made arguably the finest or among the finest cinematics in the history of the game business, and we're really honored to have him here today. ありがとうございます。自己紹介させていただきます。スクエアエニックスで、ビジュアルワークス、そこで、まあ、一応ジェネラルマネージャーと、チーフクリエイティブディレクターというディレクター2つを、まあ、兼務してやっているんで。And I found that the best creative executives are still completely creators themselves. はい。じゃあ。Arguably one of the most incredible portfolios I've ever seen. で、基本的にはレイアウトフェーズでしっかり決めてるので、まあ、作業に入るときは意外とこっちはそこが揉まれた状態でスタートするっていう状態。セルフでやれるようにしてあるので、つまり1モーションでも欲しいと思ったとき、自分が動けば手に入るんです。手早く入ったデータのおかげで、要はアニメーターが少しその分手に早く入った分をクオリティの方に回すことができるんですよ。アセットですね、まあ上流から下流までデータを、まあ、提供するチームなんですけど、まあいろいろ作ってるんですけど、特に力を入れてるのはキャラクターです。単純に役者さんの写真をもらって、これにメキシコの地を入れてくれとかいうことを言われることもありますね。で、まあコンセプトアートがないものとかデザインがないのは、なるべくリアルなリファレンスを集めて、制作しました。まあ先ほど質問あったフェイスキャプチャーも、まあ、やっていて、まあ、それをエディットする仕組み、まあ、すぐ流し込めた上で後でエディットもできるっていう状況を作ってはいます。ただ FF キャラこんなに激しく動かないんですよね。そうですね、モデルもまあ基本的に、入れてるんですけど、このリグシステムは完全にオリジナルなものを使っています。でモンスターとかは、ある程度、まあ、動きに合わせた仕組みを入れてるんですけど、シミュレーションでやってるんですよね。クロスもヘアも風が逆から吹いてても目の前にはかからないみたいな逃げ方をしたり、絶対おでこは見えないようにしながらも強風にいるとか、いろいろ調整します。で基本的には、まあ、これを手付けアニメーションでやるとちょっと事実上無理になるので、人々の本当動きを AI でコントロールして、各自シミュレーションで戦わせるっていうシーンを軍隊戦では撮って、まあゲームチームとかと話すと、すごいかっこいいやつっていう単語しか返ってこないですよ。なのでこちらの方でもう勝手に作らせていただいてるんで。